お前の命も今日限りだ。もはや命乞いをしても情けはかけぬぞ。シオンをリスキーマから救った時、確かにお主は武人としての誇りを持っていた。だが今のお主はただの血に飢えた殺人鬼だ。ふん、たわごと。俺は真理に気づいたのだ。力こそが全てであり、絶対の正義であることにな。どの道弱者は滅びる運命なのだ。それを俺が切り捨てて何の不都合がある。違う。目を覚ますのだ、ゼノン。エクリクシスを捨てよ。今ならまだ間に合う。愚かな。何を言おうと俺を惑わすことはできぬ。見苦しいぞ三日月。さあ死ぬがいい。待つんだゼノン。どうしたユリシス。僕も三日月と同じ意見だよゼノン。エクリクシスを捨てるんだ。バカなユリシス、お前まで何を。僕は魔導士だから感じるんだ。エクリクシスの持っている魔力と狂気の怨念を。それは人間が使っちゃいけない剣なんだ。俺たちの夢を忘れたのかユリシス。俺たちの自由な国を作るという夢を。俺たちが大陸を統一するにはどうしても強い力が、エクリクシスが必要なんだ。違うよゼノン。僕たちならそんな魔剣がなくても国を作れるさ。それに僕たちが作りたいのは自由な国のはずだろ。力による恐怖で支配されている国なんかじゃないはずだ。ユリシス。さあゼノン、エクリクシスを捨てるんだ。優しく誇り高い君に戻ってくれ。そしてもう一度やり直そう。やめろユリシス、俺に近づくな。頼む、エクリクシスを捨てるんだ。やめろ、来るな。しろユリシス、返事をしろ。目を開けるんだユリシス。死ぬな。俺を置いて先に死ぬんじゃない。約束を破る気かユリシス。一緒に国を作る約束をしただろうがユリシス。三日月、貴様が、貴様さえ妙なことを吹き込まなければユリシスはこんなことには。殺す、貴様を殺してやるぞ三日月。